112期梅川風子です。よろしくお願いします。そうですね、同期の一番を決めるレースで、まあ、取ったからといって何もその後変わることはないんですけど、でも実行同期で一番になったともそれで思ったってもないですけど、でももし取れてなかったら絶対に取りたいなっていうタイトルだと思います。そうですね、卒業を取ったら絶対になおさらデビューしてから弱気なレースできないなっていうのは思ってました。土曜日の午前で練習が終わるので、午後にみんなでヘルメットを洗ってで練習やりきったなってみんなでこうなんかほのぼのしてる時間が一番なんか楽しみでしたね。そうですね、当たり前のことなんですけど、まあ、コーチや監督がいないっていう中なので、勝っても負けても自分の責任の中で走れるっていうのは良くも悪くも良かったことかなと思います。やっぱり練習の組み方だったりどんな選手になるかこう迷って分からないうちはやっぱり私も少し苦労したっていう時期が長くて、でも全ての結果はやっぱり自分次第だなっていう考えにこうシフトしてからはやっぱり柔軟に考えられるようになりましたし、また、まあ、逆に言えばもうそういうことで悩んでる選手が私の中でも多く見受けられるかなっていうのはあります。個人ではやっぱり大きいレースで勝つことを目標にしてます。あとガールズ競輪の価値をもっともっと上げていくっていうことを今後自分自身にも課したいと思ってますし、またそういう選手になりたいなと。そうですね、行動や考え方についてはもうほとんど変わってないんですが、プロになってからはもう何度も先ほどから言っているように自己責任で全ての責任は自分にあるっていう考え方をもとに、まあ、トレーニングだったり、まあ、生活だったり食事だったりっていうのは全て組めると思うので、もう本当にプロになってからは自分の足で立っていくっていうことが一番大切になります。そうですね、スピードスケートを行っていたので自転車とはロードレースだったり、あとはまあヒルクライムのレースだったりっていうのはちょこちょこ出てたんですけど、まあ、トレーニングの中の一環っていうので自転車とはずっと関わってました。そうですね、それ私自身も結構課題にしてるんですけど、やっぱり勝っても負けても次のレースがかなりすぐやってくるので、まあ、逆に言えば負けても切り替えて切り替えてっていう走れることはいいことだと思うんですけど、一つ一つのレースを大切にしながら走るっていうのは一番大事なモチベーションかなっていうふうに思います。そうですね、以前は結構、まあ、まだ勉強したてだったんで、まあ、糖質とタンパク質の割合だったり、あとまあオイルの取り方っていうのも結構勉強したんですけど、今はそれに加えてオイルのその摂取の量だったりとか、あとまあ調理の仕方もまあ以前よりかは結構こだわってはやってるんですけど、あとは炭水化物の量とかも昔よりかは測って食べたりするようになりました。これからガールズ競輪をもっともっと盛り上げるためにスピードだったり、まあ、その戦う頭脳であったり、あとたくさんのこうバックカントリーを持った選手がもっともっと必要だと思います。なのでガールズグランプリのチケットがもっともっとプレミアチケットになるように、またそれを私自身もみんなで盛り上げていきたいなと思います。デビューする前の走りもそれぞれ個性が出ると思いますし、やっぱり競輪学校で約10ヶ月学んできたっていうものと、これからプロに向けてかけて思いっていうのを感じ取れるレースだと思うので、ぜひぜひ注目してみてください。よろしくお願いします。